どうもこんにちは、セーラームシューの鈴木でございます。本日はですね、私物紹介、そしてその靴のメンテをしていこうかと思います。今回はマグナーニでございます。もしよろしければご覧ください。どうぞ。本日ですね、ご紹介する自分の私物なんですけども、こちらでございます。こちらですね、スペインのメーカーでございます、マグナーニでございます。汚くて申し訳ないですけど、こちらマグナーニと中にですね、刻印が押されておりまして、革床ですね、はい、ここにもですね、マグナーニと書いてあります。中古で手に入れて、手に入れた当時は古かったんですけど、あまり多分前のオーナーの方が履かれていなかったんで、あ、これはいいやと思って購入した感じです。デザインとしてはUチップと言えるかと思います。特徴的なのは、まあモカって一般的にはですね、木型のこの尾根のところに沿って大体モカって入れるんですけども、このマグナーニの場合はですね、Uチップをだいぶ上の方で留めて、ここつま先ですね、実はこう縫い割りっていう手法を用いることが多いんですけど、ここもですね、まあ拝みモカとかね、合わせモカなんて言いますけども、そこのですね、手法をここにも使っていると、オンサのような感じのデザインとなっているものでございます。でこの靴の製法なんですけども、マグナーニといえば有名なのがオパンケ製法と、それからあとはボロネーゼ製法なんですけども、この靴は後者のボロネーゼ製法でございます。まあボロネーゼ製法はですね、まあ簡単に言えばマッケー製法の亜種だと思っていただければ結構です。マッケー製法と同じように内側にですね、縫い目がございます。で、その縫い目とですね、この外側のステッチがつながっているという感じです。ボロネーゼ製法の特徴としてはですね、中床がですね、ちょっと特徴的になっていて、まあ詳しくはね、ぜひともググっていただきたいんですけど、まあ簡単に言っちゃうとマッケーよりもこの底面を薄くすることが可能です。はい、その辺もあってですね、実はグッドイヤーよりもマッケーの方が反りがいいっていうじゃないですか。はい、で、そのマッケーよりも反りがいいのが僕はボロネーゼ製法だと思ってます。なのでこれね、もう簡単に言っちゃうともう本当にもうグニャグニャなんですよ。その薄さというのが効いてですね、地面の感じをダイレクトに受け取ることができるという製法です。このですね、ボロネーゼ製法の、まあ、特徴的な柔らかさというのが逆に、デメリットになる場合もあります。それが何かというとですね、簡単に言ってしまうと、このウェルトが破綻しております。もうここひびが入ってるんですよね、割れちゃってるんですよね。なんでこれが起きるかというと、この柔らかさというのにね、起因してるかと思ってます。グッドイヤーだとやっぱりこうコルクが厚く入っていたりとか、あとは中底にですね、しっかりとした革が入っているというのもあってですね、なかなかこの反りが出ないというのはね、皆さんご存知だと思います。ただ、このボロネーゼですね、ここは柔らかいがいいんですね。ここのウェルトというパーツにですね、かなり負荷がかかるんですね。その辺もあって、もうすでにここの、ウェルトが破綻してしまっているという感じです。まあこれ古さもあるのかなと思います。ただまあ基本的にはここの、ウェルトって多分フェイクウェルトだと思いますので、後から付け替えることはできると思います。まあただこの辺のですね、ソールが柔らかい方がいいとか柔らかくない方がいいっていうのは本当にもう好みなので、ぜひともご購入される際にお店の方にいろいろ聞いてみるといいかなと思います。まあ結構うちに来るお客さんからですね、マグナーニ持ってる方なんか多くてですね、質問だったりとかご意見をねいただいたりするんですけども、マグナーニはこの親指の付け根から小指の付け根にかけてのこの幅がですね、めっちゃ広いですよねっていう方が本当に多くてですね、で実際僕もそう思います。はい、幅広だと思いますけども、じゃあここの部分が指のゆとりがすごいあるかというと、僕はそうは実は思ってないんですね。はい、確かにこの直線距離で言うとここからここまでは確かに長いと思いますが、同時に言えるのがこのですね、甲の厚さがですね、めっちゃ薄いんですよと僕は感じてます。実際にその日本人の中でもですね、足幅は、ある程度ボリュームはあるんですけども、今ってやっぱり、正座の生活じゃなくて椅子の生活になっているので、ここの甲の筋肉というのはですね、昔と比べるとやっぱり少なくなってるんですよね。まあその辺もあって、椅子に座るというライフスタイルになってからの方は、このマグナーニに合う方っていうのは僕はそこそこの人数いるかと思います。人によってはね、マグナーニに特徴的な木型とも言えますので、合う合わないというのはあるかと思いますけれども、僕はですね、その幅広でこの甲が薄いというこの木型に関して言うと、直感ではありますけど、うちに来れるお客さんの中でも多分 10% から 15% ぐらいのお客様はマグナーニの、木型は僕はそこそこ合うんだろうなって思ってます。かかとのホールド感に関してもそこそこいいなと思ってますし、あとはこの甲の薄さも僕は合う人多いんじゃないかなと思います。はい、ただですね、欧米の靴と日本の靴でちょっと違うところなんですけど、トップラインがですね、ちょっと高いかなっていう気がしてます。もしかしたらくるぶしが低い人
に関してはこの辺のですね、くるぶし周りのあたりで、靴ずれがですね結構激しいっていう方いらっしゃるかもしれないなというのが僕の印象です。まあなので、まあ、その辺もね総合するとだいたいうちに来られるお客さんの 10%15% ぐらいはマグナーニの靴の着方は合うだろうなっていうね、勝手に思っております。あのヨタ話がついちゃったんで、早速ね磨いていきます。
完成でございます。今ですね、磨いていて気になったのは、先ほどのちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、やっぱり屈曲性能がすごいいいということもあってですね、ボールジョイントの小指のところですね、ここにはですね、やっぱりかなり負荷がかかってるなと思います。他の靴と比べてもやっぱりちょっとシワが多めだと思います。そういうのもあって、やっぱりボロネーゼ製法だったりとか、まあ、マッケーもそうかな、やっぱりクラックが入りやすくなってくるのかなと思います。でこれはね、まあ多分もう構造上仕方ないのかなと思います。ということでですね、本日は私物紹介、それから、その靴の靴磨きをやっていました。はい、ということで本日は以上でございます。どうもありがとうございました。はい、今回ですねお届けした、ボロネーゼ製法のこのマグナインなんですけども、僕自身はですねボロネーゼ製法の靴というのは合計で3足持っております。サラリーマン時代もですね、ぶっちゃけ履いておりまして、ただですねその時の実感なんですけども、やっぱりボロネーゼ製法の靴、まあ、マッケーも含めてなんですけども、長距離歩く時は、めっちゃ疲れました。はい、やっぱりこうなんとなくね皆さんのこうイメージで反りがいい靴はですね疲れないというふうに感じる方も多いかもしれませんけども、実際はですねそういった靴をですね履いて、まあ、営業先に行ったりとか、あとは出張で履いていったりとかするとですね、とても足の裏が疲れます。まあ、最近はですねリモート業務が増えたということで、営業先にですねガシガシ行くというのは、だいぶ減ったと思いますけれども、それでもですねやはりこうお仕事で、長距離歩くという方にとってですね、このボロネーゼ製法だったりとかマッケー製法というのは多少癖がある靴かなと思います。そうではなくて、やっぱりデスクワークが中心の方にとっては、それがいい靴っていうのはなかなかおすすめかなと思います。ですので、皆さんのですねライフスタイルだったりとかお仕事の状況を加味してですね、靴選び、もしくは履く靴をですね、選ぶのがよろしいかなと思います。はい。ということですね、本日は以上でございます。チャンネル登録、それからグッドボタン、どうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき、ありがとうございました。